入れ。あんたかい？私たちに仕事を頼みたいっていうのは。そうだ。ああ、その制服、オラクル騎士団だろう？秩序を守るべき騎士様が私たちみたいな闇に生きる輩に頼み事なんていいのかね。お前たちが何者だろうと関係ない。使えるなら俺はどんな手でも使う。お前たちの方こそ仕事を引き受ける気はあるのか。私たちも金さえもらえればいいのさ。それじゃあ契約は成立ってことでいいかい？オラクル騎士団、特務士団、師団長さん、それとも鮮血なアッシュって呼んだ方がいいかい？こっちも仕事柄用心深くならざるを得なくてね、調べさせてもらったよ。もっとも六人将の一人、鮮血のアッシュがこんなに若い坊やだとは思わなかったけど。俺の詮索はいい。おや、釣れないね。お前たちにはバチカルに潜入してもらいたい。バチカル？キムラスカの王都に何の用だい？秘密裏に同志イオンを連れ出せ。テイルズ・オブ・ジ・アビス、スペシャルフォンディスク。孤独を抱いて。同志イオンの誘拐ね。これはまた大仕事だよ。ノワール様、本当にこの仕事を引き受けるんですか？おや、不満なのかい、ヨーク。変だと思いませんか？同志イオンを守るべきオラクル騎士団の特務士団師団長が誘拐なんて。もしかしたら、俺たちを捕まえる罠かもしれませんぜ。なあ、ウルシー。そうでげすな。妙な依頼なのは確かだけど、私らを捕まえるだけならそんな手間はかけないだろうよ。あそこへ行った途端に捕まってたはずさ。それじゃあどういうことなんでげすか？そいつは私たちには関係ない話さ。まあ当分マルクトには近寄れないし、このキムラスカで稼げるだけ稼いでおかないと。うちはいくら金があっても足りないんだからさ。タルタロスに追いかけ回された時はさすがにもうダメかと思いましたぜ。あれは危なかったでげすな。もっとも軍に捕まるような漆黒の翼じゃないでげすが。誰が聞いてるか分かりゃしないからね。その名は出すんじゃないよ。すいやせんでげす。分かればいいよ。それにしてもあのアッシュって坊や、育ちのいい感じがするね。あれは貴族の出だろうよ。へえ。それがどうしてダートのオラクル騎士団に？そう、人にはいろいろ訳があるもんさ。とにかく私らは仕事を完了させてもらえるものをもらえばいいよ。それじゃさっさとバチカルに同志を迎えに行こうかね。えい。まったく、あんな連中に頼るしかないとは。しかし俺が行くわけにはいかない。バチカルか。ルーク、ルーク、私たちずっと一緒ですわ。約束です。きっと。違う、俺はもうイオンを返せ！お前か！あいつ、俺と同じ顔。俺とお前、どうして同じ顔だと思う？知るかよ！俺は、バチカル生まれの貴族なんだ。7年前にバンテ悪党に誘拐されてな。まさか。そうだ。お前は俺の模造品だ。ただのレプリカなんだよ。お前ら早く逃げろ。せっかく牢から出してやったのに、こんなところで何してやがる。お前が助けてくれたのか。だったら一緒に。うるせえ。
俺がここを食い止める。さっさと行け。アッシュ、こっちだよ。ノワール、ナタリアたちはどうなった？無事にこのバチカルからは出たよ。そうか。いやー、驚いたでげすよ。アッシュの旦那に言われていた通り、いざとなったら市民たちを何とか先導して騒ぎを起こすつもりだったんでげすが、ちょっと事情を説明しただけでみんな自主的に王女様を助けようと動き出してくれたんですね。王女様は本当に国民に愛されているってことですかね。あいつは貴族の家に生まれたというだけで、威張り散らす無能な奴らとは違う。自分から民たちの元へ行き、直接その声を聞いて何ができるかをいつも考えている。そういう王女だからこそ皆がついていくんだ。血筋など関係ない。へえ、ほほう、うしししなんだ、あの王女様のことよっぽど大事なんだね。俺はもうここには用はねえ。さっさと移動するぞ。なんて可愛いんだろう。やっぱりまだまだ坊やなんだね。これぐらいで照れるなんて。からかっちゃかわいそうですね。意外に順調でげすな、あっしの旦那は。ああそうだね、最初の印象とは随分変わったけど、あれがあの子の本質なんだろうね。うちの子供たちと同じ目をしてたから気になってたんだけど。確かに戦争やなんかで親を亡くしてうちに来る子供たちと同じ目でしたね。荒んでるっていうか、荒んでるように見えて本当は寂しいのさ。だけどあの子にはちゃんと心の支えになる人がいるってことだ。いいことだよ。できればもっと一緒にいられる世の中になるといいけどね。何してる？早く来い。はいはい、今行くよ。待ってください。ディゲスよ。本当にアッシュの旦那は短気でいけねえ。